こんにちは。ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はメガネも綺麗にして、天気もいいし、いい日です。そういえば大したことじゃないんですけど、100均のダイソーってあるじゃないですか。僕ね、北海道人だからね、ダイソーって言っちゃうんですよ。だから北海道の人って後ろ下げるイントネーションが多くて、ダイソーって何々みたいな、そういう言い方があまりないような気がするんですけど、だからコーヒーもコーヒーみたいな、缶コーヒー、まあ、最近の人は分かんないですけど、でダイソーってよく自分で言ってたんですけど、ダイソーってもしかしてイントネーション違うのかなと思いながら生きてたんですけど、この前ね、ダイソーのお店の中でなんか音楽流れてて、ダイソーのその中で女の人のなんか声が入ってるんですけど、その中でほらお店のダイソーの発音があって、ダイソーでした。あ、ダイソーなんだと。それで友達にね、ダイソーってダイソー？ダイソーって聞いたら、ダイソーって言ってですね、あ、やっぱダイソーなんだと思って。でもね、横浜で生まれた人とかに聞いたらね、え、ダイソーって言ったりして、なんかね、もうどっちでもいいんですね、どっちでもいいみたいですね。僕何だったっけな、最近ね言われたんだよな、忘れちゃった。なんかいつもたびたび言われるんですよ。僕北海道のイントネーションがもうバリバリ出てるらしくて、もう直すところの話はもう直せないですね。だって間違いが分かんないから。というわけで、間違いが分からないと直せない。ドラムも同じですね、今ちょっと思いましたけど。今日はですね、基礎の話、ドラムマガジンとか、昔っていうか、まあ古い、ドラムのインタビューとかね見ると、やはりですね、皆さん必ず言いますね、基礎が大事、もう基礎しか練習してないみたいな。やっぱりね、いや本当そうなんですね。僕空手の稽古とかも行ってますけど、やっぱりね、稽古のね半分ぐらいの時間はもう基礎だけなんですよ。で今休会してますけど、合気道の稽古もね、やっぱり最初ね必ず基礎、まあ最初っていうかね、ほとんど基礎なんですよね。3分の2ぐらいいつも同じことやってて、で最後にちょっと応用っていうか新しいのやったりとかするぐらいで、やっぱね、なんていうの、基礎をもう体に練り込ませるっていうのがいかに大事かっていうことですね。じゃあ基礎ばっかりやってたらドラム叩けなくない？どうするの、基礎ばっかりやってて曲叩けなくないってなるんですけど、当然ですね、ドラム習い始めると曲の練習とかも あると思うんですけど、やりたい曲とかね、それをねやってる時に、そのね基礎練習で身についたものがね自然に出る、それが理想ですね。自然に出ちゃうんですね、体に練り込まれてると。それがやっぱり基礎をね練習する、ちゃんと練習するしたことによる成果。曲の練習してる時に、待てよ、ここは基礎はこうだから、待てよ、左手の動きはこうなって、右手はこうだからって、いや、まあ、当然やるんですけど、考えなくても自然に出るぐらい、こう基礎がね、振り方とか、まあ、その他いろんなテクニックとかもそうですけど、自然に出るぐらい基礎の練習すること、そうするとね曲練習してても楽しいんですよね。だから曲の練習するときはね、極力、今ちょっと親父ギャグ出ましたけど、曲の練習するときは極力ですね、なんていうの、細かいことあまり考えないで楽しくやった方がいいですよ、最初はね。最初はっていうか、まあ、その人によるんでしょうけど、性格とかもあると思いますけど、僕はさっきね今言った親父ギャグがちょっと恥ずかしくてですね、今ちょっと尾を引いてますけど、何を言ってたんでしょう、曲はね楽しく、
でも基礎練習はびっちりして身につくと自然に出ますから。これがまた面白いこと、フィル打つ時とかも出ますからね。基礎がいかにちゃんとできてるか。応用としてほら移動とかタム移動とかありますけど、それもですね、あの基礎練習の延長としてありますから、この移動の練習とか、ね、じゃあ基礎練習って何なんですかみたいな。これがまたね、基礎ってどこまでっていうとね、すごい広いんですよね。だから困っちゃうんですね。まずはでもシングルストロークと、やっぱダブルストローク。ダブルストロークはシングルストロークの延長なので、まずシングルストロークがどれぐらいできてるかっていうか、シングルストロークが出ますじゃねえや。シングルストロークが出ますので、この振り、シングルストロークからのダブルだから、やっぱね、シングルストローク、いわゆるその基本ですよね。それがあってのダブルストローク。ダブルストロークもいろんなテクニックの基本になるものなんで、一応基礎ということになりますね。手の基礎はですね、シングルストロークと。できるようになったら少しずつダブルストローク。で、シングルストロークも、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけど、ダウンストローク。ちゃんと止められるか。タップストローク。低いとこから落として低いとこに戻す。まあ、ちっちゃいことですね。簡単に言うと。ちっちゃいこと。ちゃんとできてるのか、コントロールできてるのか、それとダウン、低いとこから打って小さい音なんだけど、次のアクセントのために、スティックを上げるアップストローク、これね、それとフルストローク、打ったらすぐ高いところに戻す。スピードによってこういうアップ、あのフルストロークもあるし、リバウンドとるフルストロークもあると思いますけど、まあ、そういうのは、いわゆるチェンジアップ。これでですね、養われるんですね。チェンジアップを低いところからこう小刻みに上げていくことによって、あらゆるテンポの振り方 が自然に練習できるようになって、しかもですね、リズムがどんどんチェンジしていくので、そのチェンジのところの、練習、ピッて。ドラムも結構いろんなリズム、次から次へと叩くので、すごい大事なんですね。チェンジアップが大事ですね。まあ、あのこういう話をするとですね、もうどこまでも続いてしまうので、とりあえずまずシングルストローク大事です。本当ね、基礎は大事で、あの世界の超一流、なんであなたはそんな練習をするんですかっていうぐらい、一流になればなるほど基礎練習がやっぱり大事にしてるんですね。ちょ、余談ですけど、この前聞いたあの話で、空手の稽古の話ですけど、結構あの牙立ちっていう立ち方あるんですけど、まあ、もうその立ち方だけでも結構厳しいんですよ、ずっとやってると。 それで上をこう、あの、ある一つの、ある型の中のある一つの動作をこう何回も繰り返すっていうのをやったんですけど、もうね、もうなんちゅうの、3分もやったらね、足ガクガクになるんですよ、はっきり言って。それをね、もうすごいですよ、先生はね、もう、この間ですね、80歳になられましたけど、昔はですね、そういうたった1個の練習を型の中で、それをね、もうね、1時間も2時間もやらされるって言って、信じられないって僕らびっくりしたんですけど、それぐらいね、やっぱり基礎をもみっちりやっても自然に出るみたいな、何も考えてないのに出る、やっぱそれぐらいね、やること大事なんですね。あとね、足どんどん、バスドラのもね、当然基礎はありますから、バスドラのチェンジアップってみんなあまりやらないと思いますけど、特にツインペダルの人は、やった方がいいと思いますね。あ、ところでチェンジアップって何ですかって思っている人もいると思いますね。あのドラムやってない人も見てる可能性、チェンジアップはですね、四分音符とか八分音符とか、まあ、要はいろんなリズムをですね、こう数の少ないやつから少しずつ増やして上げていく、メトロノームに合わせて、あのこれ今3連ですけど、ダッ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 16ビって、まあ次6連が途中に5連とかね、いろいろあるんですよ。まあしてこうやって下から上がってってして、まあ上から降りていったりとか、いろんなバリエーションがあるんですけど、まあ途中203連入れたりとか、当然5連とか7連とかもあるんですけど、まあ最初はシンプルなやつから
練習がいいと思います。でバストラ、バストラはですね基本的にバストラだけでドドドドドンドドンドンドドンってあまり細かいことをやらないですよね。片足で特にその何連打の5連打6連打とか手はほらたくさん打つけど、それでやはりですね、足を使った基礎といえばやっぱりリズムで、多いパターンはやっぱり8ビート、つったつつつった、この8ビートがですね非常に大事。やっぱね曲たくさんあると思うんですけど8ビートの曲すごい多いんですよ。でそっから派生してそこでしっかりできることによって刻み方とかもそうです。そっから16ビートとかになっていくので、まあ、3連とかシャッフルもそうなんですけど非常に大事ですね。で8ビートの、ね、練習はねこう毎回リズムの練習の時必ず言います。必ず60とかゆっくりからやってください。すごい大事、ゆっくりから。もう60のね8ビートなんて大変ですよ、遅くて。ねこれでドゥッドゥッタッドゥッタッ、これに足入れてやるわけですから。で、ね、でもねこれゆっくりやることによってこの右手のね例えばダウンアップの練習してる人とか右手のこのダウンアップの動ききっちりできるようになってですね、でだんだん速くして少しずつ速くしていくことによって今までできてたぞ俺はみたいな120とかね140とかできてるぞっていうテンポの刻みもですね変わってきますから、がっちり練習することによって。それもね基礎なんですね。やっぱり自分のねでこれ俺できるから別に練習しなくていいやつじゃなくて、できるやつをちゃんと普段から練習しとく、ゆっくりから、すごい大事なんですね。ただね時間がかかるので、そこはねうまくやってもらう、優先順位を決めて、もうほんと時間ないときはねまずねチェンジアップ、シングルストロークでドラムセットで練習やるとき、まずはリズム練習、もうフィルとかは後でいいです。まずはリズム、ドラムはだってもう 95% ぐらいはもうリズムパターンなんですから、まあ、ジャンルにもよりますけど、まずリズムをもうしっかりピチッとこう決めること、それで何て言うんだろう他の人とねこう結構差が出ますから、差が出るというかちょっと一個抜けるぞみたいな。皆さんもですね、あの人のリズムすごくなんだか分かんないけどすごくかっこいいみたいな、リズムパターンとかじゃなくてすごい簡単なことやってるのに何かが違うっていう、見たことある人いると思うんですけど、そういう人はですねやっぱりね何か違うんですよ。皆さんその普段気に しないようなところがきっちりできてたりとかしてるんですね。ちょっと喉が渇いてきて滑舌が悪くなってきました、ね、まあ時間も結構あれなんでもうやめますけど、そういうわけで今日はですねゴールデンウィークでお時間もたくさんある方もいらっしゃるかと思いますが、ここはですね改めて基礎をしっかりと練習しよう、そして僕も自分に言い聞かせるという意味で、お話しさせていただきました。ありがとうございました。